山田芋作明暦三年は、江戸時代前期の人物。島原の乱において、花城に立てこもった一期勢の中で唯一の生存者として知られる。豪和遊安、古庵。天草四郎人中期、幼い時に、ポルトガル人に西洋画法を習い、お抱え、南蛮絵師として、有馬直澄、松倉重政、松倉勝家に仕えていた。 島原の乱が発生した時には、口の津に庄屋として住んでおり、祭司を人質として取られたため村人全員と共に、城に立てこもった。城内では、天草四郎に次ぐ副将であり、本丸を守備。天草四郎陣中期を描いたのも、山田であるという。幕府軍との交渉のための矢文の文章の作成も、しており、その役目を利用して、幕府軍に内通した。 内通が発覚して、原城天草丸のアリマロに入れられるも、間もなく落城。落城の際は、幕府軍鍋島の者に切られかけたが、やぶみを見せたことで除名され生き延びた。しかし、幕府軍の総攻撃直前に、蔡氏は、一気勢に、本丸間姿で切られた。乱の終結後は、江戸に連行され、 幕府軍の取り調べを受けた。その際の口上書は、城内での様子を知る貴重な資料となっている。その後は、キリシタン目明かしとして、江戸で暮らしたという。一説では、最後は再びキリシタンに立ち帰り、帰郷した後に、長崎で病死したとも、海外へ渡航した後に、現地で没したとも言われるが、詳細は不明である。ありがとうございます。